それではこれより2021ファジアーノ・山新加入会見を始めさせていただきます。本日は2021ファジアーノ・山新加入会見をご視聴くださいまして誠にありがとうございます。本日司会進行を務めさせていただきますファジアーノ・山広報の森井です。どうぞよろしくお願いいたします。まず株式会社ファジアーノ・山スポーツクラブ代表取締役社長北川信也より2021クラブ方針報告につきましてお話しさせていただきます。 では社長をお願いよいよ本日から2021シーズンがスタートいたします本来であれば選手全員と皆様とこの場で今シーズンをスタートさせたかったのですが新型コロナウイルスの感染状況に鑑みまして このようにリモートとさせていただきましたでまた本来であればこの会場にもメディアの方に来ていただいて生の映像生の声を県民の皆様にお届けをしたかったのですがそれもかなわず大変申し訳ありませんただこの後新加入選手が入ってまいりますのでぜひ選手を見ていただき今年の抱負を聞いていただいてですね気持ちを高めていただければと思っておりますその前に私から少ししお時間をいただきまして 昨シーズンの振り返りと今シーズンの考え方を少しお話をさせていただきます。まず簡単に資料も作ってまいりました。1枚目にこの写真を使いました。この写真は昨シーズンの開幕戦の写真でございます。シーズン前に開幕戦を前にすると宣言をし、そこからコロナの状況も少し出てきた状況でもありながら、 1万2434名の皆様にお集まりをいただきその後押しで勝利をすることができましたさあこれからという時に4か月間の中断に入りました1枚目にこの写真を使わせていただいたのはいつになるか分かりませんがまた皆様と1万人を超えるサポーターの皆様で選手を後押しするそんな思いを込めて1枚目この写真にいたしましたこの写真の気持ちをです、ね、皆様と共有をしてですね われわれの思いでどこにいようと選手を後押し我われわれの力で J1 にあげていくそんな思いを込めてこの1枚目にいたしましたさてまずは昨シーズンの振り返りをさせていただきます昨シーズン17位大変悔しい成績でございましたファンサポーターの皆様そして戦った選手われわれスタッフも誰一人として満足はしておりません昨年の課題をしっかり解決をし今シーズン臨んでいくその所存でございます でまた入場者数も三千七十二名数字だけ見ると大変寂しい数字ではございますがこのような状況の中でもスタジアムに足をお運びいただきそして家庭の環境あるいは仕事の状況でですねスタジアムにお越しいただけない方々はテレビで声援を送っていただきました昨シーズンほど皆様の存在のありがたさを感じたシーズンはありませんでした本当にありがとうございますこの場を借りてお礼を申し上げます さて少し昨シーズンのチーム状況にも触れてまいりますあの今日は原強化部長からもお話をいただきますので私から今シーズンの昨シーズンを振り返り今シーズンの話は原強化部長からしていただこうと思っておりますまずチーム作戦のチーム状況においてはこの一言に尽きると思っておりますシーズンを通して安定的に戦うことができなかったこの一言に限ります理由はいくつかありますがやはり結果が多く 復帰までに要する時間も多かったあるいは復帰をしてもですねなかなかコンディションが上がってこないこんな状況もございましたなかなか今まで経験したことない連戦をもう経験をいたしました本来であれば再開後勢いに乗っていけるところもそこも勢いをつけられずそこも反省点でございます逆もしかりで例えば J1 の川崎が優勝あるいは J3 の秋田の無敗優勝 あるいは我々 J2 もですね、北九州の前半の勢い、あるいは福岡の12連勝、こういったように逆の状況も出ております。まあ、本来であれば日曜日試合をし、課題を見つけ、1週間で解決し、試合に臨んでいくところをまずは試合をこなすということになってしまい、かつコンディションも上げられなかった、ここをですね、今シーズン解決をしていきたい、そう思っております。そしししててて、番目、昨シーズン加入してくれたた選手たちが1年間を通して コンンスタントに戦ってくれました昨シーズンの出場時間の多かった上位5名のうち4名が昨年加わってくれた選手でございますその選手たちも多くは残ってくれておりますので昨シーズンの選手にプラスアルファして戦っていくまさに今年集まってくれた選手はここに挙げた課題をクリアしてくれる選手だと思っておりますそして何より核となる選手は残ってくれておりますので若手に切り替えることではなく 今残ってくれた選手に新たな選手が加わりこのメンバーでジェ j ンを目指していくそういった選手が集まってくれたと思っております少し経営にも触れておきます上の赤い折れ線グラフが来場者数の折れ線グラフ下が JR 上がってからその前からの売上高になっております2008年あ2016年にピークを迎え その後動員数が少し減ってきている、ここを解決しなければ次がないと思っておりましたので、まあ、2019年、そこを手こ入れをし、そして昨年、開幕戦を前にする、その勢いでここも上げていきたかったと思っております。まあ、チケットも値上げをしましたので、大変不安には思っておりましたが、開幕戦の勢い、あるいはシーズン前のシーズンパスの販売数は歴代最高でございましたので、 まあ経営においてもです、ね、少し手応えを感じてスタートできるそんな1年のスタートでございました少し細かいところも触れておきます右から2つ目の表が今年度当初予算でございます、まあ、収入面でいくと16億4千から 16, 16億8億八千ぐらいを見込んでおりまたこの入場者数やあるいは他の手を打てばです、ね、17億も見えてきたそんなシーズンのスタートでございましたが括弧の中を見ていただくと 今年は最終着地が今のところまだ占めておりませんが、まあ、13億4000ぐらい、そして赤字が1億ぐらいになるかなという状況でございます。また、想像以上に、あの県市からの助成金もいただけましたので、最終的には8000万、8500万ぐらいの赤字で着地をするかなという状況でございます。特にあのマイナスが多かった4つの項目を挙げさせていただいております。 スポンサー様も当初いただいたお金を返金をするというところは一社もなくお力をいただけましたが、やはりあの冠マッチであったり、マッチでインカムというものをなかなか稼ぐということからできず、昨年よりも落としております。チケットも値上げをし、少し強めに強気な値段設定にして、ですねもしかするとこの3億を超えてくる可能性もありましたが、1億2500万というところで着地をしそうでございます。 そして何よりシーズンパスも払い戻しをするかどうかというのを大変悩みました金額的に1億を超えてくる金額を払い戻しするというのは勇気のいる決断ではございましたがただファンサポーターの皆様は今年来年だけではなくてこの5年10年先ともクラブを支えていただける方だと思っており誠実であれという思いから返金をさせていただきましたその中でも多くの方がご寄付をいただきこの1億2500万という数字に 現れております本当にありがとうございますそしてあの記者の方からもご質問いただいておりますあの強化費を昨年同様確保できているのかという質問もいただいております今収入に関しては昨年と同じあるいはそれよりも多い収入が今のところ見込まれておりますただ今このコロナの状況を見ますといつ無関係になるあるいは開催できない可能性も秘めておりますので強気な予算を組むというところはなかなか難しいですただ 昨年と同じ予算を組んだとしても1億の赤字が出るというところには変わりがありませんのであの強化費、何とか同じ額を提示をしたいとは思っておりますがここも少し削らざるを得ない状況なのかなというふうに思っておりますただコロナが落ち着いた後スタジアムにお越しいただきチケット収入が増えてくるあるいはグッズ収入が増えてくればですねまた新たな手も打っていけると思っておりますのでこれはクラブの努力として売り上げを上げていきたいと思っておりますたただ一つ皆様と共有したいのは 売上らららず強化費を減らすから若手に切り替えるといいうこととではございませんとなる選手が残ってくれたところに、そして即戦力として若手の選手が加わった、もし予算を削るのであればです、ね、格となる選手も外もし、もう若手中心でブラジル人選手を2人連れてくればです、ね、それの方がもしかしたら予算を削れるかもしれない、これはもうわれわれが戦える戦力を整えたというところは、皆様と共有をさせていただければと思っております次に行きます。 これは歴代過去12年間のの開幕戦の入場者数でございますなかなか開幕が盛り上がるのではないかというのもです、ね、過去のデータを見てみると、なかなか開幕戦1万人超えるということも少なかった、まあ、そこを課題としてです、ね、昨シーズン取り組み過去最高の入場者数で開幕を迎えましたですので、まあ、この結果を見ると皆様と1年間戦える少し期待もあったのですが非常に残念な状況でございます少し取り組みも振り返ります やはりこの感染症対策、苦しみましたあの、手探りでやってまいりましたが、安心安全なスタジアムを作る、そんな思いでやっていき、7月10日、J リーグに先駆けて岡山で開催をいたしました、何もなく1試合終え,終えられたということは、われわれだけではなく、ファン、サポーターの皆様が一緒になって、このスタジアムを作ってくれ、リーグの指標となったと思っております本当にありがとうございます。 他にも小学校訪問ができない分ですね DVD を作り小学校にお配りをしたりオンラインでつながったりもいたしましたあるいは皆様からメッセージをいただきそのメッセージを毎試合ロッカーに貼り出すあるいは SNS や映像を使って皆様とも情報発信をさせていただきました試合がない中でもファジフーズを楽しんでいただきたいと思いスポンサーの皆様にご協力いただきタクシーを使ってご自宅までファジフーズを届けるあるいはスポンサーの方も 場所をお借りしてですね、ドライブスルーを実施する、こんなことも実施をいたしました。まあ、一食で五百食以上出ましたので、まあ、当時タクシーもあまり稼働していない。飲食店も稼働できない状況の中では、少しはあの地域のためにもなったのかなと思っております。そして、高校生と一緒に取り組みも行いました。なかなかスタジアムの外でイベントが行えない中、高校生と一緒にスタジアムの中で。一角をいたしました。 高校生も3年間頑張ってきた成果を発表する場がどんどんなくなっている状況でもしその一つにもなればと思い一緒になって企画をいたしました例えばチアリーディングの女の子が演舞が終わって戻ってきたときに涙を流しておりました話を聞いてみると1つ失敗をしたことが非常に悔しく涙を流しておりました もしかすると彼女たちにするとここが発表の場,っ表の場だったあるいはそれぐらい真剣に取り組んでいただけたもう我々も感動いただいたそんな取り組みでございました以上が今シーズンの振り返りでございますあ昨シーズンの振り返りでございますそして今シーズン考え方をお伝えをしたいのですが今までのように過去のデータや数字をですね分析をし 戦略に落とし込んでですねなんかテクニカルな部分を皆様と共有するということが少し今シーズン難しいと思っておりますまあどういった状況になるかわかりませんのでまあいろんなケースを踏まえて今準備はしておりますが今重要なのはそれよりも皆様とどういった考えあるいは今根,根源的に何を考えているかというところを皆様としっかり共有した方がいいと思いますので少し考え方をお伝えをさせていただきますファジアーの今までこの 強さ人気収入というものはです、ね、この輪をどう大きくしていくかこれこそがチームの力だと思って活動してまいりました強さというのはやっぱりトップチームでございます人気というのは集客も入るのかもしれませんがファジアムではここに集客を入れずですね地域の力こそが人気だというふうに定義しておりますそして収入の部分にこの集客というものも入っておりますがこれは J1 にふさわしいクラブになるために みんなでチャレンジワンという合言葉を達成して J1 を勝ち取っていくそのためにここを入れておりましてクラブとすればまず先立つ収入というものを確保した上でこのファジアの岡山を強くしていくというところをコンセプトにしておりましたのでまずはいかに収入を確保していくかというところをやってきた12年間でございます少し細かく見ていきますこれ先ほど見ていただいた図の売上高を少し抽出いたします一番下の赤い線がファジアの岡山の収入のグラフ 緑色が J2 の平均で、一番上の黒がですね J1 の平均でございます。こう見ていただくと、やはりなかなか J1 というのはお高,いた高いハードルでございましたが、当時10億あれば J1 に昇格できるというものでございました。というのが、あのサッカーは11人対11人の総合スポーツでございます。 でですので11人の選手の年俸総額がイコール順位でございましたので当時10億あれば一歩足がかかるというのが通例でございました、まあ、例外的に一度トスが10億以下で上がってはおりますが、まあ、その例外を除くとなかなか10億がないとなかなか J1 に行けないという状況それが続いていったところに2017年にダゾーンの契約が結ばれ J1 が特化されていくようになりましたで時を同じくして スタートアップで成功したベンチャー企業がですね親会社になっていくケースがこの時増えてきております。ライザップあるいはメルカリ、J2 でも長崎であったり、あるいはサイバーエージェントのような形が親会社になってきており、少し予算としてですねなかなか市民クラブでは太刀打ちできないような状況にもなってきたというのも事実でございます。そして何より、昨年の5月に J リーグと国税庁が提言を出し、 親会社があるクラブは赤字をすべて補填できるというようなルールにもなりました、これは一時的なものではなくて、ですね今後、広告宣伝費を親会社が出せる状況に変わったという状況でございますので、親会社があるクラブも、場合によってはお金が使える状況に変わってきているというのが今、サッカー界の現状でございます。何が申し上げたいかというと、大体この時に10億あれば G1 に行ける。そしして少しあの J2 もですね J1 経験クラブが増えてきましたので、徐々に平均も上がってきております。まあ、このあたりから少し15億あれば J1 が見えるというところで、われわれ2016年に13億を獲得し、プレーオフまで行ったというのが現状でございます。そののの後翌年の選手移籍を もし皆様は体験をいたしました、あるいは最近でも活躍した選手が J1 に行く、やはりお金で選手を連れてくるというところがなかなか難しいというのが今のサッカー界でございます。分かりやすい数字でいきますと、プレーオフに行った2016年は J2 で20億以上のクラブが3クラブでございましたが、昨シーズンは6クラブとなっております。 でですので当然、ここ20億というのはですね一日も早く我々達成をしていかなければいけない数字ではございますがでは、どちらかというとお金で選手を連れてくるというよりもしっかり岡山のコンセプトに合ったこのプレーモデルに合った選手をいかに連れてくるかということが重要だと思っております。ですので、今年の選手はそういった岡山のプレースタイルに合った選手が来ているということを皆様と共有をさせていただければと思います。そしてもう2つ 皆様と共有をいたします J1 は始まるんですが J2 は来,来シーズンからになりますあのホームグローン制度が開始になります12歳から21歳の選手が3年以上そのクラブで在籍した選手を登録をしなければいけないという制度も始まりますそして今今までも力を入れてきましたがアカデミーの充実というのも今からじゅ取り組んでまいりますこのクラブに入って技術を磨きたい あるいはこのクラブでプロを目指したいそんな組織を今から作ってまいりますタレントの部分も各カテゴリー小学校中学校高校生からタレントが出てくるあるいはしっかりと確保してくる今まで我々のアカデミー出身者でトップチームで出た選手は今10分間だけでございますここをですねしっかりと我々のクラブでトップチームで戦える選手を作っていくそしてフットボールも今アカデミーはコーチングスタッフは 中四国では一位に争うコーチングスタッフが揃ってきておりますので当然そこの質を高めていくと同時に全国でも戦えるそんな組織にしていきたいと思っておりますこの2つはクラブでもできますが3つ目の環境面は皆様と一緒になって作っていきたいそう思っております例を挙げますと岡山市で人工芝でサッカーができるグラウンドは2面しかございませんこういった環境面もしっかり整えていきながら 岡山から子どもたちがしっかりとサッカーをしプロになっていくそんな環境を作っていきたいと思っておりますここでも一つ皆様と共有をしたいのですが決して育成に特化したクラブになっていくということではございません今年集まった選手で J1 を獲得するそしてアカデミーを強化することによって J1 を維持していくための強化だということをご理解をいただきたいと思っております そしてあのチャレンジマンという合言葉でございます。これも J1 にふさわしいクラブになっていくという合言葉でございますが、その1つである1万人を達成するというのが、今シーズンはなかなか難しいと思っております。ですので、この赤い字で書かせていただいた、もう収容制限いっぱいになる、この満員を目指して、クラブとしては取り組んでまいります。当然、楽しんでいただくだけではなくて、赤い印の安心安全なスタジアムをしっかりと作りながら、そして昨年の経験も活かしながら、 より安全なスタジアムを作ってまいりますそして最後に一つ共有をさせていただきますあの中長期的な観点でですね取り組みでございます12月の岡山市議会で通りましたが岡山市にある25の体育施設をファジアの岡山が管理をしてまいります今まで10年間興行というところをですね中心に見るスポーツあるいは応援するスポーツというこのソフト面を 充実をさせてきててきなんととかか一歩進んだかなと思っておりますただ、昨年4ヶ月間、我々のトッププライオリティである興行というものができませんでした。その間、スタッフ、みんなで話し合い、試合がない中、ファジアの岡山がなぜこの岡山にあるのかというところをみんなで議論した結果、次の10年に向けて、ソフト面だけではなく、ハード面、こういった施設をですねクラブが管理することにより、お子様からお年寄りまで安心,で安心して、 スポーツが行えるそんな環境を作っていきたいと思っておりますそしてまたファジアの岡山には90名を超える選手コーチングスタッフがおります子どもたちに対してボールを使って楽しむような指導をさせてもらうあるいはファジアのトレーナーがお年寄りの皆様に健康になるようなトレーニングのプログラムを提供していくこういった施設があればです、ね、相乗効果も生まれていくと思っております そしてまたこの施設で育った子どもたちがバレーボールや野球あるいはバスケサッカーのプロ選手になっていくそんなことも20年間20年後を見越してですねこの地域にしっかりとしたスポーツ施設を作っていきたいそう思っております足早にお話をさせていただいてきましたあのまずはこういった状況ですので原理原則に戻るそしてチームをですね今少し忘れかけている原理原則に戻ってですね岡山らしさというものを取り戻し最後まで走り切るあるいは誠実さ あるいは球上の強さというものをですねもう一回思い出さるそんな選手を揃えておりますので今シーズン皆様と一緒に戦っていきたいそう思っておりますそして最後に告知になります岡山の開幕戦3月7日でございますなかなかスタジアムに足をお運びいただく難しい状況の方もいらっしゃると思いますぜひそういった方はダゾン,ダゾンで応援いただきそして来場を叶う方はスタジアムに来て選手を後押ししていただき 1> 1年間この岡山を盛り上げていただければと思っておりますさあこの後選手新加入選手が登場いたしますぜひあの映像をごしではございますが見ていただき選手の抱負を聞いていただければと思っております我々今シーズンも一生懸命戦ってまいります皆様の後押しとともに J1 昇格というものを勝ち取りそして最後皆様と喜び合うそんなシーズンにしたいと思っておりますぜひ今シーズンもよろしくお願いいたしますご清聴ありがとうございました 北側よりご説明申しし上げましたこの後新加入会見を始めさせていただきます。準備ができるまでしばしばお待ちくださいますようお願いいたします。 それでは大変お待たせいたしました新加入会見を始めさせていただきます監督選手が入場いたします ご着席くださいまずはじめに教科部長の原康氏よりご挨拶申し上げます、えー、皆さんこんにちは、えー、お世話になります、えー、日頃の応援ありがとうございます今シーズンもよろしくお願いいたします教科部の原と申します まず本日はこのような機会を設けていただきましてありがとうございますご視聴いただいてありがとうございますここに精鋭9名が揃ったわけなんですがいよいよスタートだなという感じで今日う始めたんですが有馬監督の方からも全選手に向けてミーティングをしていただいていよいよだなという感じになっておりますさて今回 ここに加わってくれた精鋭たちなんですが、先ほど、社長の北川の方からもご説明があったように、えー、今シーズン、選手やコーチを補強していく上で何を大事にしたかといいますと、もう一度、岡山らしさとは何なのか、岡山ってどんなサッカーをしてるのか、どういうサッカーをしてきたのかということに立ち返りました。 歴史観やこれまでやってきた先輩たちがどのような苦労をしてきてどのようなサッカーを目指そうとしてきたのかということに立ち返りましたで岡山といいますと皆さん思い浮かぶのは、えー、ハードワークだとか攻守の切り替え最後まで諦めない勤勉性球、えー、際の強さそういったところが思い浮かぶかと思うんですがここに いる有馬さんを含め、現場のスタッフは、もう一つ,もうもう一つです、ね、大事な点が、状況判断ができる選手、そして固有の武器を持っている選手、そしてポリバレント性を持った選手、これまでの岡山やまいらしさからのアップデート、追求と同時にアップデートをするような面々を えました、えーまあ何分ちょっと若い面々ではあるんですが、えー、それぞれ今言ったような、えー、岡山らしさプラス、えー、新しい状況判断の優れたところ固有の武器、えー、ポリバレンテ性を持った選手を揃えましたんで、えー、よろしくお願いします。えーえー、今年、えーなあのー えー、非常に厳しい戦いにはなると思うんですがそれぞれ今既存の選手たち残った選手たちも素晴らしい選手が残ってくれましたそれにプラスして新しい仲間たちが加わるんで最後まで応援をよろしくお願いいたします以上ですありがとうございました続きまして2021シーズン指揮をとります有馬健次監督よりご挨拶申し上げます有馬監督お願いいたします こんにちは。今年まあ三年目に監督をさせていただきます。有馬です。今年もよろしくお願いします。2019年、2020年とまあ特に昨年は皆さんとスタジアムでもしくはマサダで一緒にこう共有する時間っていうのが。 コロナの影響の中でできることが少なかったんですが、まあ、その中でも本当にいつもおサポートしてくださりわれわれの背中を押してくださった中で、まあ、今年も引き続き、えー、サポートしてくれる皆様それとサポーターの皆さん、えー、当然メディアの方々含めて、えー、今年もまた1年よろしくお願いします。えー 大きいところというのはもう継続しいきながら当然、アグレッシブに甲子において全員がハードワークするもうそれは2019年からやってきたところで、まあ、昨年も前でボールを奪う部分というのに関しては全体のリーグの中でも5位とそういう意味では高い位置でボールを奪うことは継続しながらそして、まあ、奪った後の質というところを質は上げながらただ 19年とまた違った部分で去年トライした昨年22年トライしたビルドアップのところもしくはポゼッションのところで、まあ、いろんな試行錯誤をしながら特に中盤以降若い力ももしくは新しい組み合わせも含めてトライした中で見えた部分が多くありますそれは先ほど選手にも話しましたけど 融合という,う今まで2年間戦ってきた選手もしくは1年一緒に戦ってきた選手そして後ろにいる、えー、新しいまた、えー、力をこう融合を混ぜ合わせながら高い熱を情熱を持って、えー、高い温度で交わるように、ね、できるように、えー、その話をした中で、えー、積み上げてきた部分とさらに、えー、やはり去年は得点がやっぱり多く取れなかった中で えー、さらにこう前に行く、ゴールに向かうチャンス、もしくはボックス内に入っていくチャンスを逃さないと、まあ、そういう意味では、えー、そういうチャンスを作り出せる、もしくはそういうチャンスを作り出すまでの守備、もしくは組み立てのところで、えー、もちろん,ん予算含めいろんな関係上、いてほしい選手も多くいましたが、まあ、その中でさらに期待を。 できる選手が後ろに加入してくれたと思っています、えー、さらに上に行くためには本当に高いレベルでの競争が必要だと思っています、まあ、去年も最後大体残り10試合の時に、まあ、上に行けるのか下に吸収されてしまうのかという中ではもう1個やっぱり競争が足りなかったとその競争ができる選手が今年加わってくれたと思っています、えー 大いに期待してますし皆さんの熱い応援でさらにここにいる選手たちもしくは継続して岡山ファジアーノで戦う選手たちの背中を押していただけたらと思ってます今年もまた本当によろしくお願いいたします有馬監督ありがとうございますそれでは今シーズン加入いたしましたコーチングスタッフよりご挨拶申し上げますでは島翔平コーチお願いいたしますマスクを取って こんにちは、えっと、今シーズン、えー、コーチとして岡山に加入することになりました島翔平です、えっと、まず有馬監督の目指すサッカーを、えー、いち早く理解し選手がピッチの中で、えー、とゴールを奪いたいボールを奪いたいで勝ちたいというところを本能的に動けるようにあの本当に日々努力を惜しまずあのやり残したことがないか毎日自問自答しながら あの戦いたいと思ってますよろしくお願いしますありがとうございます続きまして奥村拓磨フィジカルコーチお願いいたしますこんにちは今シーズンよりフィジカルコーチを務めさせていただきます奥村拓磨ですまず最初にこのような情勢の中さまざまな方の支えがあってこうやってスタートができることに本当に感謝していますありがとうございます 私自身クラブにに在籍して4年目ななります。いろんなクラブの理念であったりいろんなことを理解した上でこのような立場で戦わせていただけることに本当に感謝をしていますし身の引き締まる思いですフィジカルコーチとしてフィジカルの観点からさまざまなサポート選手の手厚いサポートをしていけたらなと思っています引き続き温かいご声援今シーズンもよろしくお願いいたします。ありがとうございます ありがとうございますコンチングスタッフよりご挨拶申し上げました続きまして新加入選手よりご挨拶申し上げます、えー、新加入選手は使命得意とするポジションストロングポイントを添えてお願いいたしますでは井上力人選手よりお願いいたしますこんにちは、えー、ガイナイトトリガー加入しました井上力人と申します、えー、ポジションはディフェンスです、えー、自分の 得意なところは、えー、何事にもまっすぐなところです、えー、プレーに関しては、えー、自分が上手いなと思う選手の、えー、いいところを、えー、どんどん吸収していくところだと思います、えー、スタメンに選んでいただけるよう努力し続けますよろしくお願いしますありがとうございますそれでは宮崎和良選手お願いいたします市、えー、東京から加入しました宮崎和良です 自分のストロングポイントはドリブルだったりシュートでありいろんな場面でチャンスメイクができるように頑張りたいと思いますよろしくお願いしますありがとうございますそれでは川野涼介選手お願いいたします三田、えー、ホーリホークから、えー、加入しました川野涼介です、えー、ポジションはサイドバックで、えー、ストロングはあ攻撃の部分でオーバーラップだったりサイドの突破だったりクロスだったりを見てほしいなと 思います。自分のストロングポイントをしっかり出してチームに貢献できるように頑張りたいと思いますよろしくお願いしますありがとうございますそれでは川本里夫選手お願いいたします清水エスパルスから加入することになりました川本里夫です、えー、ポジションはフォワードです、えー、自分の特徴は縦への推進力と背後の抜き出しだと思っているので え皆さんに結果で認めてもらえるように頑張るので、応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは木村隆也選手お願いいたします。コナンナイから加入、えー、します。えー、木村隆也と申します。えー、ポジションはえっ、ー、とサイドーハーフとえっ、ー、とフォワードやっています。 えー、自分の、えー、と持ち味は、えー、と精神面の、えー、強いところだったりあとは果敢に、えー、と仕掛けていく姿勢だったり、えー、そういうところが自分の、えー、持ち味だと思っています、えー、試合でも、えー、チームの勝利に貢献できるように頑張っていきたいと思いますよろしくお願いしますありがとうございますそれでは引田優斗選手お願いいたしますこんにちは、えー、大阪体育大学から加入することにました引田優斗です、えー、ポジションはボランチです、えー 自分の特徴はミドルシュートやキックの精度だと思っていますチームの勝利に貢献できるよう闘争心を持って頑張っていきたいと思いますよろしくお願いしますありがとうございます最後に梅田東吾選手お願いいたします、えー、こんにちは清水エスパルスから来たゴールキーパー梅田東吾ですストロングは後ろからのビルドアップに積極的に参加することだと思っています応援よろしくお願いします 先週よよりりりご挨拶申しし上げままた。それれではこれより質疑応答に移ります。本日は新型コロナウイルスの感染状況に鑑み、記者の皆様もご不在の中での開催とさせていただいております。事前にご質問を頂戴しており、クラブスタッフが代行して質問させていただきます。えまず、 原教科部長に質問があります。えー、今回、足りない部分があるとすれば、どのような選手でシーズン中も獲得を目指しますかはい、えー、ありがとうございます、えー。現状ですね、先ほど説明したように、えー、既存の選手たちは本当に、えー、岡山らしさを体現してくれたり、 そのほかの新しいアップデートした部分を満たした選手に残ってくれました、まあ、昨年より我々の方もそういった部分を徐々に考えつつ選手補給をしてきたわけなんですが今年はそういった主力の選手が残ってくれましたで今回加入してくれる選手もそれを満たすような 負けないような選手が集まってくれてるんで、まずは現状選手、既存の選手の能力をリスペクトして、その上でシーズン中、本当に42試合ですから、何があるか分かりませんので、また有馬監督の方と相談しながら、いろんなことに想定していきたいと思いますいいですかありがとうございます続いま続て有馬監督に質問です。 今シーズン目指したい勝ち点や順位など、具体的な数字での目標を教えてください、はいえー、まずは当然、大きな目標はチームとして、えーまあ、昇格、J1 昇格を目指します。えー、ただ、本当に険しい、えー、リーグになると思ってます。うーまあ、もちろん、数字そのものは毎年リーグ戦によって変わるというのは、毎年言わせていただいているんですけど、まあ、その中で、 まあえー、必ず上位に食らいついていくそのためにはあまずは、えー、得点失、えー、点と、うん、得点というのはバランスが常につ、えー、きまとうものですだから必ずどちらかだけがあ優先される貿易ではないんですけど、まあ、勝つためには絶対得点が必要だとその中では、まあえー、得点がやっぱり60以上は必要だとその中で失点をどれだけ抑えられるか今年継続やってきたことの中で、まあ、もちろん うん自分たちからミスしてしまうもったいない失点というのも多々ありましたので、まあ、その辺をしっかりと抑えながら、えー、得点を入れていくとでその中で、えーまあ、勝ち点が当然、あのーまあ、選手たちにも今日話したんですけど、えー、例年とは違う部分というのは、まあ、J1 からあー今年は2チーム降りてきていない部分があるので、まあ、上位とのお3チーム抜けてたチームはありましたけど勝ち点でそれ以外のところは、まあ、例年大体。えー 混戦になる、えー、その意味ではやっぱり上位に食らいついていく常に食らいついていく順位で推移していく、えー、それが大事なのかなと思ってます、まあ。得点のところは60以上に必ず多分必要にはなってくると思ってますし、まあ、勝ち点はお互い当然あの見ながらにはなりますけど、まあ、目の前の一個一個をしっかりと積み上げながら上、えー、昇格を、えー、選手とスタッフとそして皆さんと一緒に、えー、積み上げたいと思ってます。はい、よろししいでしょうか あ、はい、ありりががとううございまますすもう一つ有馬監督に、はいはい、質問があります、えー、7人の選手が新たに、えー、加わりますが、えー、補強の手応えと、えー、彼らにはどんなことをチームにもたらしてほしいと思っておりますかいや、まあ、先ほども軽く触れさせていただきましたけど、あのー、本当に今、必要なピース、えー、自分たちが目指す、まあ、全員攻撃の全員守備、まあ、ハードワークですよね。その中ではやっぱり、あのー 例えば守備の部分であれば、えー、全員がやっぱり走れなきゃいけないし全員が切り替えできなきゃいけないし、まあ、そういう意味では今、後ろにいる選手キーパー含めて、まあ、全員が攻守にアグレッシブに動けて、えー、考えられてそしてテクニックもあるとただ、まあ、若い選手が多いので、まあ、その辺というのはこれからも経験というのが必要になってくるしその経験をするためには、えー、競争の中で、まあ、浅田であったりキャンプであったりその競争の中で自分で勝ち取っていく。 その中で成長することが多々出てくると思いますし、そのパワーをです、ね、チームにもたらすパワーを非常に期待しています。あの十分大きな可能性もありますし、その競争をすることによって、先ほど申し上げた、順、え、位、ー、昇格であったり、えー、優勝であったり、そういうものが見えてくると思っています。うういいいではしししてまますよろょかありがとござ続き 前選手にお聞きします、えー、今シーズンの個人としての目標を教えてください、えー、まずはスタメンで出れるように努力し続けるのと、まあ、チームの目標は J1 昇格なので、えーまあ、僕はディフェンスなのであの失点を減らすこと。えー だったり前への推進力だったりというのはますまず点を取らないとチームは勝てないのでまず、そこに点を取ることを意識して毎試合毎試合チームを勝たせられるような選手になりたいと思います。 えー、まあ試合にまず出続けることと、えー、まあ最低限ゴアシストはしたいなと思ってます。はい、以上です。えー、15ゴール以上を取ります。以上です。 えまあ前線の選手なんでえっと2桁以上のゴールとアシストという形で書か,かれるように頑張っていきたいと思います。えっと自分の目標はとにかく試合に出ることでその中で勝利に貢献できる選手になることです。まずは試合に出ることそして。 チームが J1 試合に出た上でチームが J1 に昇格できることが今の目標です。はい、ありがとうございます、えー。続いてもう一つ前選手にお聞きします、えー。岡山に来ることを決めた理由、決め手があれば教えてください。また、えー、岡山のチームでも街でもいいんですが、えー、何か印象があれば教えてください。 岡山に決めた理由はあの僕のことを評価してくださったので決めさせていただきました岡山の印象はすごく暖かい町なので僕は温かいがあがプレーも向上しやすいのでそういう印象です。はい えまあ有馬さんが言っていたあのハードワークだったり講師への切り替えについてはまあ自分もすごい合ってるのかなというふうに感じててまあその上でピッチで体現できればなとすごい感じてますなのでまあ決めた理由は,はいそれですでまあ岡山のファンサポーターの皆さんもすごい温かいという声も聞いているので それを楽しみに頑張りたいいと思います、えー。岡山は,岡山はあのすごいハードワークする印象があって、えーまあ、自分も今までそういった部分をやってきたので力になれると思って決めさせていただきましたで、まあ、岡山の印象はそうです、ねまあ、街の印象はちょっとまだわからないですけどサポーターの方はすごい熱い印象があるので。 そういったサポーターの前でプレーするのがすすごい楽しみです加入することを決めたのは一番最初に声をかけてくださったのが岡山で,で自分のストロングを一番に買ってくれたのも岡山だったので自分の確保を持って移籍することを決めました。岡山の印象は 交通がちょっと危ないっていうのを聞いたんで、えー、安全運転で事故しないように気をつけます、えーまあ、岡山に決めた理由は、まあ、チームとして結構勤勉なチームで、まあ、真面目でハードワークするところだったり、まあ、そういうところが、まあ、すごい,すごい自分にマッチするのかなっていうところが。 えー、あったのと,、まあえー、と僕の,その、えー、大学の試合にこう足を何度も足を運んでくださって、まあ、すごい、えー、と僕のことを評価してくださったので、まあ、そこが、えー、と決め手になりました、えー、と岡山の街についてですけども、えーとまあ、晴,れ晴れの国って言われているので、まあ、すごい、えー、今日も雨降ってたのが上がったりするぐらいこう晴れっていう印象がすごい強いので、まあ、僕も、えー、そういう。 明るいところがこう持ち味だったりするので、そういうのがすごい合うチームかなと思うので、合う町かなと思うので、はい、すごいいい印象です。はい。えっとここに決めた理由は、えー、ここでコツコツやっていけば自分がしっかり成長できると感じたからです。えー、っと岡山は、えー、自分は小中高と中国地方出身なので方言のところですごく ホーム感があって、親しみやすすいいと思いますこの難しい状況の中で、自分にチャンスをくださったのがこの岡山さんで、それがここのクラブに来る決め手となりました岡山の印象は岡山は、静岡よりは寒いというのが第一印象でした。 最後にですね、えー、新卒の木村選手と引田選手に質問があります。えーまあ、新型コロナウイルスの感染症拡大防止のため、まあ、開催できない試合が、えー、多かった昨年なんですけど、えー、最も印象に残っていること、まあ、例えば、えー、コロナ禍で、えー、得たものとか、学んだことがあれば教えてください。あとですね、あのー、2人はとも、えー、に関西学生リーグで、えー、プレーする中で、 お互いの印象などがあれば、そうですね、えっと、まあ、えっと、昨シーズンは、まあえっと、大学サッカーの方も全規リーグが、えっと、開催することができなくて、まあ、なかなか、えー、難しい環境ではあったんですけども、まあ、えっと、ズームを使ったトレーニングだったり、まあ、そういう、まあ、チームの一団 えー、団結力っていうところが、まあ、すごい試されるシーズンになったかなっていうのがすごい感じれて、まあ、そのチームメイトの大切さ,大切さだったり、えー、サッカーをさせてもらえる環境だったり、まあ、そういう、えー、当たり前なことが、えー、今まで、えー、気づけなかったところだったりそういうのもあったので、まあ、それが改めて感じれる機会になったので、まあ、すごい、えー、マイナスな部,部分もたくさんあったんですけども。 まあプラスに感じる部分も他にたくさんあったので、まあ、それが自分の成長にもつながったんで、それがすごい収穫な実りのあるシーズンだったかなと昨シーズンは思います。印象ですか <laughs>、えー。北君の印象はそうですね。まあ対戦していてすごいやっぱ対人のところだったりナバレズオイ守備だったり、えー、っとまあすごい考えてプレーする選手なんで、まあすごい、えー、その選手がこうボランチにいるんでどこでもこう 顔を出したりとか、えー、守備にも、えー、顔を出してくるんですごい嫌な選手だったなっていうのがすすすごい印象に残ってます以上ですえっと昨シーズンは前期が中止になって、えー、っとなかなか試合ができない中で、えー、チームとしても残りの試合が10試合近くになったので1試合1試合が大事ないつもよりも、えー、っと今までよりも1試合1試合が大事な試合。 っていうふうに感じるようになったし、えー、っとたくさんの人が支えてくれるおかげで試合ができるということにも気付けたのでそれは良かった点だと思います、えー、木村選手の印象は、えー、っと2部から上がってきたチームだったんで最初知らなかったんですけど、えー、対戦した時にすごく嫌な選手がサイドにいるなと思って、えー、試合の時も、えー、木村選手のところからやられることが多くてすごく 嫌なドリブラーだなと感じました以上ですありがとうございます質問は以上になりますそれではこちらで質疑応答を終了させていただきます引き続きあのフォトセッションに移りますえっ、ー、とこれよりスタッフの指示に従って、えー、ポーズを取っていただきたいと思いますでは皆様ご起立くださいちょっと椅子を片付けさせていただきます はいではーチを。 はいま、たちょっとフォーカスもやら願いしますお願いします。おいいね

それではこれでファジアの岡山2021新会議会見を終了させていただきます選手はご退場くださいありがとうございます本日は配信をご視聴くださり誠にありがとうございました改めまして今シーズンもどうぞよろしくお願いいたします